Wow. Very easy. Very easy. 石川県金沢市にある歴史ある醤油蔵。ここを訪れたのは世界7カ国のバイヤーたち。まだ海外では普及していない新たな北陸の食材を求めて来日した。彼らが注目したのはホタルイカやブリ、日本酒、菓子など北陸の各地に根付く数々の食品。今海外では和食の普及と食のニーズの多様化が進む。こうした中、日本の伝統的な食品にさらなる関心が集まっている。一方で、輸出するためには課題も。奮闘する北陸の企業、輸出に向けた取り組みに迫る。富山県氷見市、天然の生けすと呼ばれる富山湾を望む港があり、ブリなどの水産物が有名な港町だ。老舗の酒蔵高沢酒造場。能登半島地震で被災し、工場の一部が損壊した。基礎の方に亀裂が入って倒壊の恐れがあったので壊しました。今まで海外に販売してきたが、被災後製造体制が整わず一時的にストップしている。そんな高沢さんだが、体制が整い次第輸出を再開したいという。今までの、お付き合いしてある、輸出先も含め、新規の、いろんなところにも、チャレンジしていきたいなと思っております。北陸の企業では厳しい経営が続く中、輸出が新たな希望になっている。和菓子を製造販売する井上菓子舗。1年ほど前からアメリカの食品会社と商談を続けていたが、初めての輸出を控えた矢先、被災してしまった。能登沖地震と重なってしまって、こういう状況だったら断るべきなのかなって思ったんですけれども、せっかくいただいたチャンスをものにしたい。被災しながらも必死の思いで焼き菓子を製造し、初出荷に間に合わせた。無理なスケジュールだったんですけれども出荷しました。はい、出荷できた時は嬉しかったです。そして林さんが次の一手として目指しているのが、氷見の伝統菓子金華糖の輸出。氷見ではひな祭りなどのお祝い事に欠かせないお菓子だ。金華糖は砂糖を水に溶かし、木型に入れ、冷水で瞬時に固めて作る繊細なお菓子だが、割れないようきれいに作ることができるのは長年受け継がれてきた熟練の技だ。8月、ジェトロが開催した商談会に参加し、海外向けに新たに開発した金華糖を売り込んだ。早速フランスのバイヤーから問い合わせが。反応は上々だったが、今後はバイヤーのニーズに応じて長時間の輸送でも壊れにくいデザインを検討していくという。こちらの企業も海外でのニーズを探ろうとしている。氷見市内で水産加工会社を営む中村さん。製造しているのはみりん干し。化学調味料などを使わない自然な味わいが特徴だ。日本では朝食のおかずから晩酌のお供まで幅広く食べられているが、まだ海外にはほとんど輸出されていない。中村さんは各国のバイヤーを工場に招いた。興味深そうに試食する彼らに猛アピール。今食べていただいたシシャモとアジとイワシなんですけど、砂糖と食塩と本みりんだけの味付けで一緒の味付けしてるんですね。だけど素材の味それぞれが違うので食べ比べができるという。You didn't try to do it with bigger fish? 味は好評だったが、フランスのバイヤーからはサイズが小さいのではといった指摘が。こうした中、アメリカのバイヤーからはこんな提案が。Because what you're going to do is you're going to put it into a format that people are going to eat with their fingers, eat it quickly. You could use it as a bar food. You could put it in a basket. 欧米向けにアレンジしてお酒のおつまみにすると良いのではというのだ。予想以上に好評だったみりん干し。今後、賞味期限を1年以上に延ばすなど、バイヤーとともに対策を考えていきたいという。今、日本の伝統的な食品への関心は高まっている。バイヤーのニーズも高度化していて、他社と差別化した個性ある商品が売れるようになってきた。金沢市内で醤油を製造販売する直江さん。400年続く地域の伝統食品大野醤油を世界に広めようと積極的に輸出に取り組んでいる。この日商談していたのはアメリカのバイヤー。高級ホテルやステーキハウス向けに日本食材を販売しているという。そうですね。醤油の製法や違いまでを理解しているこのバイヤー。直江社長も圧倒されてしまった。商談の中でじっくり吟味するバイヤーの目に留まったのは、生姜をたっぷり使ったスパイシーな醤油だ。同じく直江さんと商談したこちらのフランスのバイヤー。もはや醤油はワインのように高級品として売れる時代になっていると話す。醤油以外にもこんな商品にニーズが。日本ではおなじみのカニカマ。魚のすり身をたっぷり使った自慢の商品だ。カニカマは海外ですり身の名称で親しまれ、世界でも人気がある食品。早速インドのバイヤーが関心を持ったのだが、Normally the content required in India is 55 to 60%. 88% content, yes, might be more expensive. コスト競争の激しいインドで高級なすり身を売るのは大変だという。困惑する日本企業だが、すかさず自社の商品の強みをアピール。これまで海外市場では高級路線で差別化ができていることを強調した。食べ方の提案とか、それによってこの商品全く別のものとして付加価値がつくというのは我々の営業の中で分かっているので、ぜひその辺でチャレンジお願いしたいです。If you confident of your product that it can do well, we'll work together whichever way you like. 熱意が通じたのか、まずはインドでどれだけのニーズがあるかテストマーケティングを行うという方向に。一方で海外企業との交渉では相手のニーズへの柔軟な対応が求められることも。福井県のこちらの企業、作っているのは名産品福井梅を使ったペースト。福井梅ならではの芳醇な味わいはもちろん、規格外となってしまった梅を使用しているためコスト削減とともにフードロスの防止にもつながっているのが特徴だ。国内の中のそのパティシエさんからもフランスの方にすごく合うんじゃないかっていうことを言われているので、そこはちょっとトライしたいなと思って今回、参加させていただいてます。早速フランスの外食産業向けの輸入業者に売り込んでみたところ、商品のレシピ変更のリクエストが。その翌日、この企業が持ってきたのは試作です。作ってきました。家でちまちま。なんとリクエスト通りにレシピを変更した試作品を持ってきたのだ。試食したバイヤーの反応は上々で、素早く柔軟な対応でチャンスを手繰り寄せた。ありがとうございます。北陸に根付く伝統ある食品、海外での食のニーズの把握とスピード感のある対応が輸出の実現に向けた鍵になりそうだ。